ロシアの話をして盛り上がったじゃないですか盛り上がってないか盛り上がってないかただそのロシアの話に延長して <laughs> 各国の国の人たちとの話話どんな話なのかっていうのはすごく面白いなと思っていて、うん、その戦略だったりとか、うんえー、行動パターンだったりとかまあ、ビジネスにおいてのやり方だったりとか、うん、そういうのを、うん まあ教えていただけるとすごく皆さんにとっても興味あるのかなと思います。じゃあ今日楽しい話やな。そうですね。楽しい話ですね。2023年世界経済ガラガラガシャーンって崩れるっていう話じゃないってやつや、うん、<laughs> まあそうですね。まああのもちろん崩れる時に <laughs> その民族の何特徴が出るじゃないですか。<laughs> う,ーんうん。そうやな。まあ、うん、まああの。 なんていうのかな。とに、はい、かく、あれよ、愛、はい、ちゃん、そのまあ、これね、はいあの、これから、まあ、世界中の人たちと、ね、いろんな交易含めて、はいその、それぞれの付き合い、個人個人の付き合いだとか、はい、交易含めての商売、うん、もう、うん、いろんな国の人たちとダイナミックにやっていかなあかんのですけども、はい、なんていうのかな、その大前提。 うん、いわゆる何て言うのかなその社会の社会というか地球というか世界というか土台の大前提ですよ。世の中っていうか世界ってこういうもんですねとか世界経済ってこういうもんですねとか、はい、で果ては金融ってこういうもんですよねとか、はい、じゃあ、うん、まあ端的に言うと、まあ、ドルを基軸としてねドルを軸として。 貿易とか公益とかそういうことをやりなんかあ、はいろいろやってましたよねみたいな、うんうん、それがこうガラガラガラって崩れていくんで、うん、<laughs> だからあのねほんと公益世界貿易っていうかな商売っていうのをね、うん、これからその通貨、うん、要は自分たちがその例えば、はい、私たちが、うん、例えばこれから新しい時代中国にのを売るとか、はいえー、あるいは今度はオーストラリアから物を買うとか。はい こういうときも、いわゆるドルが軸っていうのがないわけですよ、次は。なので、もう自分たちでその通貨も決めると。うん、で、まあ、国力が当然弱くなればね、まあ、日本の場合は今まで、要は円を受け取ってもらえるじゃないですか、うん、世界中。ね、何かを買おうとしたときに。でもこれ、国力がねなくなってくると、当然そのそんな円いりませんってなるわけなんですよ。 そうもらっても困りますからみたいな。だからそういう、うん、極端に言うとそういうところまで含めてダイナミックにこう、うん、なんていうかないろいろとやり取りしていくような時代に入るということなんですよ。ってことはいやー。うん こういう値段であこ,この品物をあなたにはこういう値段で売ってあげようと思ってたけどあったのことあんまり好きじゃないからやっぱりやめますみたいな、うん、<laughs> いうことも <laughs> 出てくるわけですよ、まあ、面白い。は出てきますよね。うん、面白いでしょこういうのね。うんうん、まあ当然日本の国内の中でもサービスサービス商品一緒ですよ。うん、うん、私んとこ機能はお一人にしか売りませんとか、うんうん、あなたあんまり好きじゃないから診療 あの治療してあげたくありませんとか、<laughs> なんかそういう、ね <laughs> まあ、好き嫌いで多分判別されやすいですね。や好き嫌いじゃなくて、うん、その物事を理解できる人、うん、要は自分が売るサービスや商品に、うん、その人はふさわしいのかみたいな。ああ選ばれる感じ。<laughs> そういうことよね。ねうん、だから。 お客様は神様神様だ的なものっても世の中ないんですよ。うん、だ <laughs> まああそれは、なんだろう。要は、頑張りたくないですからね。買う方もね。売る方もね。多分その、なんか質が変わってくると思うんですよね。多分<僕>あのー、ま、話、ちょっと本,本題行く前にちょっとそれてるんですけどね。うんうん 結構年配の人ほどまだその健康ある人いるよな<ー>特におじいちゃん <laughs> あの、まあ、俺は客だ<や>みたいな <laughs> いやそれはないよねって思いますけどねまあ逆に客というか仲間というか <laughs> 俺はギャグだから何言ってもいいんだろうみたいな <laughs> そうそうそうそ,うそ,うそれはちょっともうねだからね<ー>やっぱね売る人も買う人もゴブゴブなんですよね<ー>これ取引なんで、うん、取引なんですよはい、はい、要は、えー、合意ですよね,、うん、ね方向かう方も合意のもとになり立ってるんでうん でそれが今まではあまりにもそのなんていうのかなデフレの中日本の場合はデフレ含めてマネーの力が強かったんで、うん、要はマネーがありゃは何でもできるというか、うん、こいつら言うこと聞くやろみたいな言い方してた人もおったんですけど、うん、もうないよそれは、うん、まあ当たり前のことなんだけども、うん、もうご売る方買う方これはもう B2C 限らず B2B もですよ。うんうんうん 五分と五分ですから、うん、お互い様っていうことですから <laughs> だからまあ以前からお話していたように今回のこの時代のねこういう流れ大きな流れの変化っていうのはそういうちっちゃなとこ含めても今のまでのまんまの人はやりにくいんやろうなこれみたいなあのー、だんだんだんそのなんだろうな情報もありなんですかもう。 公開されやすいとか、もう公開しちゃうタイプが多くなってやってるから、うん、どうしても、あれなんですよね。あのお客様同士もそうなんですけど、やっぱり、なんていうのかな。偉い、えらいとか、偉くないとかっていう概念がなくなってくるんですよね。ないよな、それは当然。うん、ない、なくなりますね。えらい、偉くないんじゃなくて、単純に、やっぱり、 お互いができないことを補うっていうんですかね、どっちかっていう。そりゃそうですよ。だってそうですよ。うん、あの、商、うん、取引自体がそうですから。ね、そうですよね。だから結局。あの自分の持ってないものを欲しいから、何かのそのお題を持って、買い,いただくよそう,そうそう、買うだけであって、<laughs> そのお互いがないものが、その、その交換されていくっていう時代が昔に戻るんだよねって思いますけど、ねだそれをね。だから要は漁師は うん、野菜食べたいから農家に行って魚持って行って野菜もらうわけでしょ農家の人は魚食べたくなったら野菜持って行って、うん、港へ行って漁師にうん、うん、野菜をあげて魚持って帰ってくるわけでしょただ単にそれだけのことなんですよ。うん、それを難しくしてるだけですからね。結局それをなんか何だろう <laughs> IT 技術を使って難しく変換させてやってるだけであけど本質はそこじゃないから。うんですね。で、まあ私、まあ、これからちょっと継続してこういうのやっていきますけど、ま、極めてシンプルな <laughs> 内容でやっていきますんで,で、本質的なところで話していきます、ね。うん、もう本質、原理原則のところでしょうね、<laughs> まっちゃんの場合は、ね。それに対して、たまにちょっと露骨な強いメッセージを追加かるかもしれないけど。<laughs> じゃあ <laughs> じゃあ、外国の方でほうの、ワン、はいま、ちゃんの世界中でね、うんあの、いろんな人と接してるわけじゃないですか、うん、もう釣りを通して、うん、ねもう本当に釣りとしてはもうスーパーターナっていう,うに海外の人の間で言われてますと、でもう家、うん、もう会社もそこで作って売却しちゃって、すごい金額入って、今、不動産やってますとみたいな感じなんですけど、うん、まあ,あのそれはまあ後々置いといて、その根元になるのは人じゃないですか、釣りって。うん だから人っていうのはやっぱりどこなんですか、うん、そのいろんな文化の人がいるじゃないですか、うん、文化の人によっての,その特徴だったりとか、うんまあ、ロシアの人は、話は前回聞きましたけど、うん、まあアメリカだったりとか、他の国の人だったちによって集まってくるじゃないですか、うんうん、やっぱりどういう特徴の人が多いんですか、やっぱりその海外の人と日本として比べると。 いやそらそないくそのざっくりしすぎて。ざっくりしすぎてでも。でも僕らから見るとそのざっくりなんだろうなそのわかんないわけですよ。うん正直何者かっていうのが、うん、正直そのまっちゃんはだってもう接してるからもうこんなもんだよねって肌がんで分かってますけど、うんうん、僕らみたいななんだろう海外とかあんまり行かない人から見るとわからないわけじゃないですか。 生の声っていうの聞たい実際その最初のあったイメージと、うん、実際後々と交流した後のイメージだったりとか、うん、まあ,あと実際仕事を通した中の日本人だったら通用できたけど海外の人は通用できないねっていうところだったりとかまあ大きくさっきあの1個さっき1個アドバイス的なこと一ついくと。うん あのーまあ、僕の場合はもうこれ何回かお話している通り、うん、皆さんご存知のようにその魚釣りですわね。フィッシングでの、うん、おブランドやってたわけですよ。うん、要はフィッシングルアーとか、うん、それに付随するような商品釣りとかね、うんうん、そういうようなものを作って世界中に売ってたわけですよ。うん、やっぱその、えー、と釣りっていう趣味ですわね、うん、趣味の釣りっていうの道具を売って。 糧にしてたわけけなんですけど、うん、だから当然付き合いするのはもうディーラーであってもエンドのユーザーさんであっても釣り好きな人なんですよ、うん、もちろんね。でねこれあのいろんな商売の形あると思うんですけど、うん、あの趣味から入ってるっていうのは極めて特殊というか、うん、あの近距離が近くなるのも早いっちゃ早いんですよ。うん、要は B2B B、例えば日本で作ってる、えー、家具を世界中に売る、うん、そういう商売をしてて外国人と付き合うとか、うん、あ,あるいはせ、ね、外国にある車を輸入して日本に流通させるとか、うん、そういう B2B B の付き合い、商売としてのビジネスとの付き合いとはちょっと一つ違うところがあると思うんですよね。うん、でこの何がじゃ全然一つ違うかっててどこの国においても 言語的なものいわゆる、うん、まあ英語が人今のところは軸になってるけども、うん、まあ言語的なもんですよ、うん、例えばインドネシアの人と私が話するにしても、うん、まあ英語共,通共,共用語で英語としましょうよ。うん、で B2B B そういういわゆるさっき言ってたような商売としての付き合いしてた人の場合ってやっぱある程度確かな英語とか、うん、ビジネス道徳的なものとかそういうものが多少はいると思うんですね。うん でも趣味からいって言ってるんで、そう言語がもう別にいらないみたいな。うん、<laughs> だから、もう私も釣り好き、あなたも釣り好き、釣りたいっていうのは共通の目的なんですよ。<laughs> で、うん、そこでコミュニケーションを交わしていくわけですから、身振り手振りでニコ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 笑いながら自分の釣りの話と相手の釣りの話をや,やってるわけね <laughs> でね。 あのー、これからまあ、いろんなことをそういう世界に出てやっていこうとか、こういうことを楽しい。自分が得意なことを広げていきたいなっていう時、趣味の世界ってやっぱ強いと思うんですよ。うん、ある意味ものすごく強いですよ。圧倒的やと思うんですよ。で、あのー、まあ女性が高級なバッグとか宝石とか。 アクセサリーとか洋服好きなんと一緒で、うん、男性も趣味の世界ってこうえげつないんですよ、結構。うん、もうお金の使い方っていうのがね、うん、特許しもないくらいやるんで、うん、まあ、ある意味、趣味の世界で何か自分がご自身が持ってれば、極めて、それを極めてね、うん、世界とそういう付き合いしていくのもいいのかなっていうのが一つあるのが大前提であって、うんうん、あとね、だから、 みんな基本的には釣り好きないやつばっかりですよ。ただまあ、あのね、なんていうのかな、僕が今までその付き合いしてて面白いなって感じるのはね、今、先進国って言われてる国、いわゆるアメリカであったりとか、カナダであったりとか、ヨーロッパのドイツであったり、フランスであったり、イタリアであったり、そういう国ありますよね。ありますね。 である程度、その今、西側の先進国ね、これもあかんよう赤になっていくけどね、<laughs> これ次、先進、うん、国じゃなくなるけど、今のところ、今までそう言われてた国々の人たちっていうのはね、うんうん、あんまり豪快な人おらんのよ。あんまりその、なんかこう、狂ったような、いかれたような、豪快な人ってやっぱりいないんですよ。えー、<laughs> どちらかというとね。うん、じゃあ、これ今、豪快というのは何を基準で言ってるかっていうと、うんうん、私がその釣り、 道具をビジネスとして売ってるときにやっぱ買う量のボリュームであったりとかあとまあ一回魚釣り行った時の予算のかけ方であったりとか一回行った時の日数とかそういうところは豪快さ、はい、でまあ例えば一、えー、回釣りとか釣りを買うのにどうじゃあ僕は見てて売ってて実際売っててどれぐらい豪快なんじゃ一回こうこれちょうだいっていうのが大体500万円とかうーん <laughs> それ以上とかであとは一回魚釣り行くと半年間行って帰ってきませんとか、うんうん、あるいはじゅてめえのとこの国から自家用ジェット機で飛んでくるとかそういう連中の話ですよ。でこういうのはね先進国って言われた国の中にはあんまりおらんのよこういう人たち。えー、先進国なるほどね。いわゆる普通の人たちが多いです。 ちょっと会社の社長さんしてます<ー>感じのレベルの人たちです。落ち着いてるって感じなのね。はい、そうですね。だから、<ー>で、じゃあ逆にまあ中国なんてものすごく今もう全体がこう上がってきましたけど、うん、それでも私がこれ初めて中国人に初めて商品売り出した時って20年ぐらい前ですからね。20年から25年ぐらい前です。うん、だまあその当時ってまだ差がすごかった その当時に1本私だけが販売してた釣り竿なんてやっぱ10万円からの値段しますからね、うん、それを平気で何,何本も何十本も買っていく連長ですから、うん、やっぱちょっと違うわけですよ、うんうん。まあ今はそんな豪快さはなくなったと思うけどねあの20年前ぐらいの当時っていうとそうねうんどう言ったらんかな。 例えば一回一緒に釣り行きますと、パパニューギナハの方ね、行きますと、一緒に釣り行きましたと。松谷、あの島ちょっと買うから言ってくれとか。島買うから言ってくれと。島買うからと。ミクロネシアなんかも行っても、まあ特にミクロネシアなんかは国が所有してないんですよ。ミクロネシア連邦というところが国が所有してないんですよ。島々ね。いっぱい島あるんですよ。 何百っていう島がね、<ー>しっかしですよ。観賞の中にね、はい、リーフの中に。で、何百、700、800あんのかなで、それ、ほぼ個潤所有なんですよ。はいはい。先祖代々の島みたいな、ね。いいですね、いいですね。一緒にミクロニシア行った時なんかも、あの島言ってくれ、あ,れあのり買うから言ってくれて。はい、でね、20個ぐらいは仲介してあげたよ。おー、すごいっすね。あの島欲しいから言ってくれって言って。<laughs> <laughs> で<つ>、<laughs> ちょっと待ってくれ、グアムに行って、あのお金取ってくるからってグアムでまた買ってきて、お金で US ドル払って、マン2、3個買うとか、<laughs> みたいな。<laughs> はあ、うん。みたいな感じです。中国人は特にそういう感じがあったな。いやもうや中国人は、うん、大胆さというか <laughs>、勢いがあるというか <laughs>。 うん、あのね多分好きなんやと思うんですよそういうことすんのが多分日本来てどっち買ったりするのも好きや、ね、<ー> <laughs> と一緒でなるほど、ね、好きなんでしょうね、うん、何かをこう何か爆買いみたいな、うん、それの島みたいなやっぱり島っていうのがびっくりしたな。 だからね,ねまあこれ一括りにできないんですよ、中国、中国ってみんなそう言いますけど、本土の人もおれば、当然台湾、香港の人もおれば、うん、でねシンガポールの人も一応は華僑ですし、うんうん、マレーシアの中にもたくさんいますし、インドネシアにもたくさんいますよ、うん、タイにもいますしね、だから一括くりはできないんですけど、うん、本土から来るその中国の人たちを、うんえー、商売でね、儲けた人たちっていうのはそういう傾向があったわな。うん面白 でまあ要はだからインドネシアなんかでもやっぱりお金持ちっていうのはものすごくいて、うんうん、このやっぱり15年ぐらい前からかな、うん、そういう感じになってきたのは、うん、<ー>やっぱりいい、ねうん、人口2億おるんですけど一部やっぱり商売で成功人たちが家境の人たちがたくさんおるんでね、うん、でやっぱり似たようなところただ彼のインドネシアあたりの人っていうのは自分とこの国で。 魚いっぱいいい釣れるんであんんでであまよそ行かなすろんなところに出ていかないですからうん,うんやっぱりそのなん,なんていうのかな我々と一緒にじゃあどっか行こうかっていうよりはわ私が現地へ行っていろんなお話をして、うん、一緒にいる時に気をつけないといけないことだったりとかもう日本人ってもう慣れてるので日本人としてはもうあだこうだい慣れるじゃないですか。 うん、なんですけど、海外の人といるときに気をつけないといけないこところが彼らのポリシーっていうのが持ってるわけじゃないですか。うん、やっぱり趣味の中でもそうだし、その家庭として文化が違うわけだから、接し方も変わるわけじゃないですか。うん、なので、やっぱりその辺も教えてもらいたいなというのはありますよね、マッチャンのほうが。そういうの知ってると思いますし。いやだ、これも難しいな、バックデントしすぎて,てな。うん,んーん。あの だから誰がどうだからとかって気にすることも私はないし、全くなかったし、だただ、素の状態でこう付きあえるっていうかな、素っていうのはもう、うん、もう本当、なんていうかな、もう自分をさらけ出して付き合いしてたんで、うんうん、そういう意味では日本の人と付き合いするよりも早いですよ、僕の場合はどこの国の人と付き合いしても。あ、そうなんですね。入っていき方が。えー。うん、だ僕ちょっとおかしいんかい。<laughs> いや、逆にそのおかしいのが <laughs> ーー。 えと逆に何ななんんだって話なんですよね,一番はねあのはっきり言うんでしょうね、僕、多分あー、なるほどね。だから、うん、言葉が、まあ、英語なんですよ。中国の人とやるときもそうやし、スペインの人とやるときもそうやし、うん、あとイタリアの連中もそう、うん、フランスもフランスの連中も、どこの国の連中と話すときもやっぱり英語基本なんですよ。うんうん、混ぜこぜになってますけどね。ただいい、片言の英語なんですがやっぱ怒りますよね。ま、あの違う。

もう相手の壁の関係なく自分が思ってることはこうだよね、ああだよねっていうのをどん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 言っていくって感じだね。そう、そうだ、こうだと、こうだ、だからついてこいみたいな。はいはい、いでも日本人もそうやって、まあ今後の日本の2023年になる戦いの時にも、それが必要になってくるってことですよね。いや、だからそうじゃないと、苦しいっすよ。ですよね、そういうことですよね、やっぱりね。ああ苦しいし、先に進まないですよ。うん、要はだから、これ何かっていうとね。うん まあこれちょっと難しいんですけどこれ漠然やっぱ直感僕直感でしか生きてないんですよいやその難しいことをどん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 なんだろう、うん、このチャンネルでもそうですけど言語化していくのが大事だなと思って,いてだ,だからそこでねへ、うん、理屈でこう理屈で考えてしまうとうまくいかないんですよ、うん、付き合いが、うん、付き合いがうまくいかないし、うん、何考えてるかわからないし、うん、で先へ進まないし、うん あのなんかこいつよう分からんなってなるから、うん、僕の場合はとにかく俺僕たちいつも決めるんですよ。こうだ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 ,こうだ、うん、ああだこうだ言わうん,うん。でこうするとお前らついてこいみたいな。向、うん、うこうはいはいみたいな,な。なるほどな。まあそれどこの連中相手も一緒ですね。いやもうそじゃもうそれが逆に当たり前に今後の例えばこれ、ね、動画を見てる人たち。 うん、に対しても言いたいのはやっぱりそこのなんだろうやっぱり相手の顔色い見ないでとことんやれよって話ってことですよねやっぱりねうんであのー、これ魚釣りのボートはい要は船ですよね船のその、うん キャプテンとか、うん、そオペレーターとか、まあそんな連中に対しても同じですよ。僕が全部動かすみたいな。お前ら、彼ら地元の人なんで自分らはよくわかってると思うんですけど、俺の方がよくわかってるから俺にみして返せろとか、俺に解 z みして GPS 見せろとか、って言って俺が行くとこ決めてたり、かえを決めたりするんで、ある意味だからね楽やと思うんですよ。付き合いしてる方、向こうも。ああ、なるほどね。うん、一緒のお客も。 こいつが全部決めてくれると。<laughs> こいつが全部やってくれると。面倒 <laughs> くさいことは全部やると、はいでで。で、そこ行って釣れへんかったらごめんねっていうのも言えへんし俺。はい,はい、いや、今日ちょっと調子悪いなみたいな。謝んないんだ。なるほどね、絶対謝らないですよ。ああ、調子悪いな。ただ、ただ僕だけは釣ってくると。あなるほどね。はい、僕だけが釣ると いや松谷これ場所が悪いと。お前の選んだ場所が悪いと、カイズ見てね。もうちょっとこっち行こう。はい、こっちすぎはこっちの方がええからこっちやここいや、ここで,ここでもだこっちも行ってあげるけど、こっち,の方がこっちも大丈夫やと。俺釣ったやないお前ら下手やと。<laughs> <laughs> なるほどね。自分で結果を出してるってことだね、ちゃんとね。そうか、俺は下手なんかと思うわけですよ。よ、はい、何が悪いって聞いてくるわけですよ。よ、はい、お前のそのルアーと釣り竿が悪い、もっとええの買えって言うわけですよ。<laughs> どれがいいんだっていうか、これでこれでこれ買え。<laughs> <laughs> はいはいはいなまたそれ買うわけよはい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 、はい、<laughs> もうえでも逆にそれってその <laughs>、うん、なんだろうみんなが釣れない中で釣るって本当にツアー釣り竿とえ餌だったんですかああはあルアー、ねはいはい、だったんですかうんうん本当にそのえ釣り竿とルアーの違いでそんなに釣り方って変わるんですか、うん、釣れてないそういうわけじゃないですよねあるよあの道具のある,あるあるあるけど あ,あるけどそれ以上にやっぱりその人の腕前とか直感とか要は生き物相手にしてるわけですから生き物が喜ぶパクって食いたくなるようなことをやってあげないといけないわけですよ。<laughs> でそこに当然いるとこでいるとええ状態でエサというかルアを目の前に登場させてあげなきゃのとあのーえー、結局さこれもちょこの究極の直感なんで。 でもその自然相手の直感っていうのが人間との付き合いとの直感にもつながってくると僕は思っていて、うん、でなんか数字のものもあると思うんですけどそこでさらに突っ込んで質問したいのはその魚をね魚を食べさせられるようなことをさせる行為に対して、うん、そのなんか直感の前になんか自分でやってるような動作とかないんですか こういうことをやってると、毎回例えば直感を人間で直感する前になんか何かしらの動作ってつるのかなって僕思ってまして。んや知らないのやりませんまっちゃんとかって。なんかいや、まっちゃんとって当たり前のことなんだけど、例えば僕らにとっては当たり前じゃないことって絶対あるはずなんですよ。だからそういうなんかおまじないしてますとかお酒まいてますとか、そのわけのわからないじゃなくて、あのね。 あのね、海、例えば海行くでしょ知らない海行くとしましょうよ。初めて例えば、インド洋の、インド洋の、例えば、インド洋の、全然初めて行った離れ島ね。要は、セイシェルとか、ああいうとこからもっと南へ行って、リトーレ、セスナで飛んで行って、そこから船で何日もかけて行く、とんでもない話も行くとしますよ。それも同じなのはね、やっぱり匂いあるんです。に匂い。にいがあるんです。本能的な匂いですか に匂いとか<ー>あと、あとやっぱり、えー、と空,の空との距離とかね。空との距離であったりとか、ああとまあ、当然匂いもあるから海の色,色、海峡の色っていうのがあるんですよ。でその青いとか緑やとかそういう話じゃないんですよ。深い,深い話があるんですよ色は。色っていうのがあるんですよで。その色を見たら大体どういうプランクトンの状態なんかも分かるし。 うん、その海底の状態っていうのはある程度把握するんですよ。でそこへさらに海流とかあるわけですよね。はい、で、あとは魚がお腹がすく時間帯とか集まる場所っていうのがあるわけですよ。で、この魚が集まる場所っていうのは、もう匂いだな。もうライオンみたいな感じはわ。本能的じゃない、ね。<laughs> だいたいどこにおるか分からない。も 人間にも同じように、その例えば会った時に直感だったりとか感覚だったりで、この人がいいか悪いかっていうのもわかる感じなんですかそれでそれは違う分からんねんな、人の場合はな。え、なんで人の場合はわかんないのに魚はわかるんですかそれ。不思議ですよね。そう、だからす要は魚って、じゃあ、要はじゃあ人は。 生き物からちょっと変な風になってるんじゃん分かりにくいってことは。ああ、要は、これからしたら。魚の方は単純だということですね。多分な。ああ、なるほどね。複雑系じゃないんやと思うわ。人の方が複雑系なんやと思うわ。やっぱり人間って面倒くさい生き物なんですよね、魚と比べると多分複雑系なんやと思う。話が全然おかしくなった方言ってるけど。で、まあ、自然の生態系の生き物って。 単純なんですよ。はい、はいはい。うん。要はやることって。えー、その自分の生命を維持するための狩りですよ。うん生命を維持するための食料ですよ。うんで、これと生命を維持するための。 なんていうかな隠れ家っていうのは家じゃなくてなんていうかな自分の身を守る方法ですよ。だから小さいイワシとかお魚やったら団体で集まるわけです。か大きく見せるために。ああいうこと含めて防衛本能です。食べていくことと防衛本能とあとは子孫の繁栄です種ですよ。これぐらいしかないと思うんですよ。自然の生き物ってそもそもが。うん。おそらくね。なるほどね。 で人間の場合んでやるこしいんかって言ったら変な意思があるん違いますかね意志ですか、うん、変な意志が邪魔してるんじゃいますあそ,その人あその人の意思をね意思が、ね。いやいや、意志自体が、うん、その人のなんていうのかな、うん、もうちょっと自然な形を邪魔していってるっていうか。うん、ああ、本来の形を邪魔してそう意思っていうのは何かこう今まで生きてきた中でこうなんていうかな 生きてきた中でこう染められてきた価値観に基づく意志みたいな。はいはいはい。こうしなければいけませんみたいなとかあるやんかなんか。ありますね確かに。<笑><笑>あれが邪魔してるんちゃうかなと思って。ああ、邪魔してますね確かに。究極はでも全然話違うっておっしゃってますけど、<laughs> でも人間付き合いといって海外としてのつながるのもそうですけど、結局自分の意志がある意味持ちすぎてるからうまくできないってのもありますよね。 と思うおそらくな、えー、そういうことじゃないですか、結果的に言うとさ。だから結局ね、ね<で>自分の意思をな,なんだろうなくして相手と接すればもっと仲良くなるはずですよねあ。で、魚釣りがね、早く上達するっていうか、うん、初心者っていうか、はい、もうは、うん、本当にやそんなにわずか経験のない初心者でも、やっぱりね、おっ、うん、きい魚釣る結果出す人ってね、どんな人やと思うこ<の>大体で。 えなんかこの魚の気持ちに寄り添ってる人じゃないですかものすごく簡単なけだねあの素直な人な人んですよあー言われたことを言われたことをそうこの通りにやることん、うん、変にこう,かこう考えかなんちゃうんかな実はこうじゃないん違うやろかとかいろんなことするやつよりも そのその師匠みたいな人とか、どうぞの人おるじゃないですか。はいはい、もう素直に受け入れて、そのまんまやりますみたいな。いやいや、結局だから、釣りだろうな、人生だろうか、人間好きだろうか、根本的に変わんないじゃないですか、やっぱり。<laughs> 結局、そ結局、そこそういうことですよね。今、うん、話を聞いてすごく感じましたよね。素直な人はやっぱ早いですよ。 うーん <laughs> 本当に早い,早い成長は早いよ、確かに、うんうん。早いしね、なんていうんかなぁ、気持ちいいわね <laughs>。やってる方を持ってるこるから。<laughs> まあね、まあね、教える側も楽っすよね、素直の方がね。<laughs> そのと、言うと言うとりせって言うねそう,そうそうそう。<laughs> 言うとりはい、します。やってみます。あれ、できませんでした。どうなってますって。いやいや、しょうがねえんだよ、みたいな。いや、マジっすかみたいなね。<laughs> だから、うんうん、分かりやすくてあんまり頭でかちな人っていうのは結果出せないんですよ。ではプ,ライドがプライドが大きくて。うんまあ、あれはプライドっていうのか、うん、なんていうのかなでていうんかなんいろんなこのなんていうかな情報とかいろんなその本とかマガジンとかビデオとか、うん、いろんなものをこう吸収して <laughs>、はい、理屈で固まってる人って、ね、結果出せないんでですより、まあ、もそうでしょうね 釣りなんてわかりやすいじゃないと<え>結局環境に依存されるわけじゃないですか。そうで,でそんな環境に依存されるわけだからビデオなんてそんなの見たってわかんないわけじゃないですか。だって、うん、その時の環境じゃないわけだから、うん、同じようなそ。そうなんやけど。そうそうそう。 端的にに言言うと言葉にできない部分が多いいんですよ自然相手っていやもうそれを言葉にしていきましょうよ。<laughs> ものすごく難しいですよ。<ー>だから漁師って無口が多いんですけどね。<laughs> みたいなまあまあまあ。いやいやいや本能的な人,人間な方が多いんでしょうね。でもそれを言語化していけると多分結局結果出すなんだろう、結構皆さん言うじゃないですか,なんか、ね。僕なんかすごく違和感が感じるのは農家だろうが。 釣りやってる衣装がビジネスやってるしようが子供育ててる人がもう全員同じだと思っていて感覚的には結果出す人ってうんでもみんななんだろう変に理屈だったりとかテクニックだったりじゃなくてもやっぱり本根本的なところは違うはないはずなのでやっぱり釣りやってる人は釣りやってくる中で結果出す人はそれなりのものを持ってるはずなんですよねうんでそれを言語化したいなってはすごく思いますよねなんか でも、まっちゃんも言ってたじゃないですか、だからなかなか言語ができない人が多いっていうのは。うん、その人たちの言語化ができるとすごく楽しいよなっていうのは思いますよね。やっぱりまあ、言語ができないものがあってもええんかなと思ったりすることがあれば、あんまり全部が言語化してしまうと軽くなるわな、やっぱ。できない部分ってやっぱあると思うよ。実際、これからもっとこれからの時代増えると思うよ、そういう感じって。経まあまあ、まあ、経験験それを経験 経験にするのかでもまああれですよね、うん、気づきとかその変わるきっかけになるのは、うん、その言語が必要じゃないですかうんやっぱり要は、ね、例えば、ね、興味ない人がさあれじゃないですか釣りに行くとかまあ、経営するとか経営者になるのもそうだけど何、うん、かの言葉一つだけでその人の感情って動くじゃないですかその先は自分で確かめてねって話なんですけどやってみて確かめてねってのは思いますけどやっぱりうん 最近すすごくそれを感じますよねだからまあね、こうしてああやして、こうして、こうして、こうやってああして、こうしてやったら成功しますみたいなもんってそもそもないから、そんな,もん大体ないから大体、うん。ありえない話じゃないですかそ。そうそうそう。他人の成功パターンだって、自分の成功パターンじゃないから。うん。うん、うねえ、今日何の話だっけ、ほんでこれ。だから、<laughs> 今日の話は、その、海外の人とのいろんなえー、関わと関わりというか、その、うん 変わり方というかどうやったらうまくいくかっていうの違いだったりとか、うん、ビジネスをする上でのことだったりでって話なんですけど、うん、まあだ結論だからあの今まっちゃんとの話の中で分かったのはその相手の顔色を見ずにそことを話せとというか向き合いっていうのが大事なんだなっていうのがすごく思ったのが一つともう一つあるのはやっぱり趣味。 で、入ると全然変わる違うということです、ね。ビジネス入っていくると、うん、趣味とは違うってことですね、うん。うん、ちょっと違うと思うんですよね、付き合いね、付き合いは。うんうん、趣味から入ってるんで、あんまりにも偉そうやからね、うん、僕とこのやつとも初めてのやつ相手。<laughs> なんかこう、<laughs> お前、なんか偉そうやなみたいに向こう思ってるの。なんか趣味として自分にから要は お客さんたちの立場で趣味で勝っててるんですよ、ね、勝ち負けじゃないですけど、うん、まっちゃんの方がやっぱり技術的には、うん、やっぱり勝ってるからやっぱり尊敬のはいい意図もあるんでしょうねお客様がいわゆる尊敬されてるって部分だとねなあお客と思ったらあかんわほううんまあカスタマーチアカスタマーチアそういう意味合いはあんねんけどお客やなんて思ったことないからいや何と思ってます うんいや知り合ったから友達になろうかみんなみたいなでも,でも僕もそうですけど <laughs> まっちゃんまっちゃんってお客様というよりかどっちかというと仲間ですよねお互いうは上げていくようなそんなイメージをすごくす <laughs> う上げていくというよりはまあ釣りいろいろみんなであっち行こうね楽しいねっていう感じぐらいですよお客と思ったことないわこれは確かやわあーおきあーそうなんだ あれーお客やと思うのってよくないんじゃうんだひょっとしたらあー逆にねお客様じゃあ何と思えばいいんでしょう仲間なんでしょうかな、ね、やっぱりうん俺最近あのー、これちょっと言ったらあれやなのけど今こっちここで俺間もあんまお客やと思ってないんで最近は特にこの一年ぐらいそんな感じになってきたから<ー>なんかハローみたいな<笑><笑>えでもその方がお互いストレスないんですよねいやあの、うん、あの日本の人よ。 うん、お,げお元気みたいな <laughs> あのー、多分今思ったんですけど感じたんですけどま <laughs> っちゃんと一緒に仕事してて感じるのは、うん、ストレスがないんですよ。要はなんだろうないい意味でストレスがないっていうかいやストレスはかかりやすいんですよ今までは真面目な体質だったからもう5年,ちゃん5年6年前まですごいよ俺真面目で。あのー 戦ってやるぜみたいなだけど<ー>もう意味ないわこれみたいなえそれはうまくいってた時もそうだったの戦ってやろうがだからお客さんをお客さんと思うから、うん、お客さんに対してこうお客さんとしての距離でこう行くから、うん、やっぱり変なことも出てくるよなうん、うん、今ハローふわふわみたいな感じで <laughs> も何ですかこの人みたいな <laughs> 文句だから例えば例えばえっと例えば女性の人やったら例えばひろこさんとしましょうか初めて会うのにひろこさんお元気みたいなはいはいはいそんな感じですよああなるほお客さんと見ないってのが大事だねそうなんだねあれ大事違うからどうやろでも確かに お客さんと見た時点でもう壁ができるじゃないですか。んかうん、と思うわ。で、うん、お客さんじゃない時点で壁なくなるじゃないですか。そうそう。だから、慣れ事もうまくいくんですよ。相手のことも思うようになるんですよ。要は、もっとよりよくする。だから、結局、お客さんと思う時点で、そのレッテル分かるじゃないですか。あられちゃうじゃないですか。と思う。だから、ね、から友達っていう感じでいいと思うわ。うん、いきなり会って初めてで。

どうお客そうよ。そこの垣根ねとっぱらなあかんわ。どに世界でやるときは、うん、うん、それやると多分難しいんじゃんかな。でもね、やっぱりね、みんなね、その変にやっぱりそこの中でそのお金を稼ぐという変な定義が持っているじゃないですか。 あー<で>そうやなお金を稼ぐイコールお客様、ね、お客様からお金をもらう、うん、だからお客様という手で売ってるょっと売っ,っちゃうでしょうねうんそうなだだとなるとやっぱりそのお買いの定期というものを捨てないとそのお客さん本来だからなんだろうなやっぱりお客さんって出ってる払わない方がやっぱりお金は稼げちゃうんでしょうね のよようううな気がすする,しるよ、ね、そういうことですよねいや稼げる稼げないはどうでもいいんやけどじゃなくて自分が楽しいんちゃうかな自分が楽しいと自然と行動力が増えるじゃないですかんで相手も多分そっちの方が楽しいと思うわ<ー>違和感ないから違和感ないからそうお互いお前なんか俺のこと知ってんのか前からみたいなすか。<笑><笑>そうそうそうやっぱり、ね、その本音でぶつかり合うのってやっぱり楽しいんでしょうね <laughs> うん。うん、これ、今日、外の外国人の話になったけど、外国との商売って言ってる話は、これ、一緒だと思いますよ。<れ>うん。結局、うん、中だろうが、外だろうが、全部に対して、お客さんって、レッテルがあるのが。 <laughs> あの漠然とした質問からここまで答えが出るのがすごいんですけどただね日本国内の場合はまあなんか変な人やと思われるのが嫌やからとか <laughs> 怒られるのが嫌やからって,言って <laughs> なかなかそこまでいけるけど、うん、いやこれから絶対に俺やってるからこれ見てる人はちょっとまねしてくれたらいいと思うよ、うん、ふわふわーってした感じ、うん、例えば、うん、愛ちゃん初めてしたら、うん

なでもね、ある意味ね、ちょっとね、うん、気持ち悪とか、なんだこいつと思ったとしても、2>, うん、2回目は,はもう、これ以上の変な話ってないんですよ。もうこんなやつやと思ってしまったでしょ、相手に。もう、まっちゃんと対象あった時なんて、もう裸ですからね。本当にねだ,からだから、<laughs> あまあ、こんなやつなんやと。というぐらいのが、それはですよ、あの私は何々でございますとかって、こう。 ペコーってされたら、なんかもうそのペコーから外されへんわけでしょ、その人ずっとああ。だからね、大事に重要っていうのも同じだけやっぱりね、そうだよね。うん、うん。最初から自分はひどい、ひどいやつだっていうとこから見せていったらどうなんですか <laughs> まあ、そうだよね。そこがやっぱりみんなプライドが、プライドだけ意,意志が強いのか分からどよく見られたいんでしょうね。それ <laughs> ぜ絶,絶対思わないじゃん。うん。ひどいとこから見せんと。 ねそれ思うんだよねだっていいところからいいように見てもらおうと思っていくともう崩せないじゃないですか。崩せない、逆にそれ以上行かないといけないから自分はダメですよといところから出さないと。最悪の状態のところから行ったら、あと上がっていくだけだと。この人こんなここんんなな違う知識持ってんのとか、こんな能力持ってたの、マジこいつすげえなってなりますもんね。そう。だから。 逆にそういう風に見てもらう前の動画も一回お話したんかなそういう風に自分をこういう風に見せようっていうのってやっぱり自信のなさやと思うんよ最後は。<ー> <laughs> 結局つながってくるよねやっぱり、ね。やっぱこうガードしてるっていうかう私はこう見せたくないところをこう隠してるみたいになっちゃうんで。 いきなり素っ裸だかでいくほうがやっぱりやっぱ強いと思うんやけどね <laughs> やっぱりもう裸になってとりあえず行ってまあそこで、ね、やったほうがいいなーってのはすごく感じましたよねいやでもまあびっくりしたまさかそこのゴール地点になるのかって結局そのお客さんって壁っていうのが大きかったのねやっぱりですわな、うん、でもこれ取っられるでしょ僕このこれこの新しい時代は でも、取っ言い方っての方法って何だと思いますいや、売る方と売り,売り手と買い手が取っ払うんですよ。うん、それ別に世の中が政府が決めるわけでもないし、社会常識が決めるわけでもないんですよ。うん、そういう話はじゃない,いんですよ。うん、自分たちが決めるんで、それ自分たち世の中みんなの話なんです。自分はそうする。で自分にくっついてくるとも、そんな感じってなるだけの話です。なるほどね。うん うんと思うだから要はもうその要はエリアの中で経済が回ってるっていう状況ですよ。うんうん、エリア、1つの,このサークルのエリアの中で距離的な地域もあるでしょうしうん、うん、あと精神的な価値観のサークルもあるでしょうし今、ネットがあるんでそのエリアの中でいろんな事柄がこう助け合いながらこう、ま、動,動いていってるっていう世界ですよ。あいいですね ノースストレスに近いんじゃいすかやっぱり皆さん抱える問題がストレスがあること、ストレスがあるからなんか違うものに熱中しちゃうこと、だから結局それがあるせいで何かがうまく物事が回らないことが多いから、それだったらそのストレスをなくしてあげた方が一番早いですよね。うん、でまあ、今日はね、話が全然外国人から違う話っていうか、やっぱり病気の原因、これからね、健康的な社会。 これ世界中ですよ日本だけに限らずも中国もそうやしどこの国も高齢化進むんでもう最後アフリカもアフリカ大陸も高齢化進みますからねやっぱり最終的には。でやっぱりね地球人類は健康やっぱ健康なんですよ最後のテーマはね食料と健康になるんですよどうしても。でそれのトップバッターが日本じゃないですか。 中国もそうでですすわ、うんうん、トッップバッターですよこれヨーロッパもみんな高齢化ですからね、うん、やっぱ健康っていうのは、これあの、注射の件も含めて、コロナを含めて、やっぱ健康が前に出てくるんで、うん、で、なった時に、うん、僕が思うには、うん、やっぱストレスがほとんどちゃうんかな、これ、病気になる原因って。そうですね。もう、全く、あのー、あ<ー>眠れない人が最近多いですからね、本当に思いますよ。なんで眠れないのかなって、僕なんていっぱい寝過ぎて困ってるもんですけど。 西洋医学は変なヘリコツつけてくすろ薬ね、売ろうとして、いや、あのー、まあ変な病名いっぱい並べてますけど、何万っていう病気病名あるけど、俺、がんでもなんでもさ、ストレスやと思うよ、免疫不全はやっぱり。ストだったもんだからい9割ぐらいストレスちゃうんかな。やっぱり、なんだろうな、お金を稼いでる人ほどストレスは多いでしょうね。 だから前の動画じゃないけど、まあ、前,前と同じような話に今日もな持っていくけど、<laughs> あのやっぱ訳の分からってない不安、何か分かってないけど将来の不安のために、うん、老,後年老後のためにとか、うん、年金取れたりませんかとか。だから もうその起きてもないことを言っても仕方ないんで準備しても。でそれをそ,、ね、その老後の準備のために今そのストレスを抱えて病気になって癌になってる私みたいな <laughs> これ本末転倒な話やってるわけですよみんなことだからやっぱりね目の前の今ほんと瞬間をこうストレスなくどういうふうにこう生きていくかっていうか過ごしていくかっていうことほんまそれこれもそれぞれなんで。 こういう動画で、じゃあこうしてください、合わせてくださいっていう動画があったら、それ嘘ですからね、もうそれぞれが違うんで、んうん、でもう完全のストレスって言ったら、それはもう猫みたいに一日寝てるとかね、いそういうことはほぼほぼ不可能に近いんで、うん、やっぱりどこでどういう,うにコントロールするかと、うんいや、自分のいる場所ですわな、やっぱ。あと自分との向き合い方ですよね。 あとはもう自分の考え方とかで、かかったストレスに対してどういうふうに自分でコントロールするとか。うままずはなんか何かを分かってない不安にならないってことですよ。で考えてみたいんですよ、何が不安かをちゃんと本質をこう自分でね、うんうん。だからこれ、実はこうでこうでこう掘り下げていったら、本当は別にどうでもええ話しちゃったみたいなの、大概そういう、それぐらいレベルですよ。 不安なんてみんないろんなものをこう重ねちゃいますからね。そそうそう,そう重ねててくとつらくなりますよね。うんなだからまあ自分自身がそういうものをトップ不安を取っ払って、ね、ストレスをできるだけこう、はい、なんていうかな排除するような生き方をしていくと、はい、周りの景色変わってくるんでね自分のそういうふわふわふわってした人になるんで相手、うんうん、もなんかがんかまあこんなんでええかみたいな。うん <laughs> <laughs> これぐらいでええかなみたいな <laughs>。っていう感じのサイクルになってくるん違うんですかね。そうですね。まあこれが世界の人とちょっとこれから新しく何かやるって言ってもある意味言い方悪いですけど目に見えないです。言語ではちょっと言葉では伝わってないけどなんかおおらかさみたいなものが見えるんちゃう,うんなんかこいつ宇宙人みたいなみたいな, <laughs> たいな。<laughs> いやーいや、もうみんなだから、ある意味、難しく考えすぎですよね、やっぱり。僕もそうですもども、やっぱり、その海外の今日の話、テーマ出しましたけど、やっぱり、難しく考えてましたもん、ま、してももうやっぱり。だから、どこの人がどうとか、学、うん、この人がこうとか、ああとかっていうのはあるんですよ。うんうん、言葉に出しゃるけど、それ、なんか、 なんていうかな、トラベルマップみたいになるだけなんで。んじゃなくてう、ここの人はこんな性格でーすとかそんなみんな違うんで。うん、だから、ただ、相対的に言えることは、やっぱりなんていうかな、うん、自分たちのその国の中とか、自分たちの地域の中でも、その中でもちょっと,ちょっと変わった人もおるけど、 それより変わった日本人みたいなあなんとも言えない笑っちゃうわ <laughs> うんそんな感じ日本人は変わってるね <laughs> いやそういうんじゃなしになんか全然言うこと聞かんこいつみたいなんとかはい、はい、なんか俺らをこうコキ使うとかま、はい、あ俺いつもコキ使うんですよ 水取ってこいとか、はいはいはい。知らんやつにいきなりりってこいとかね。それも言っちゃいといて。えっと、まあとにかくストレスをなくしましょうよって。どうかなんか分かるわ、これ話するやんか、やってるやんか、こう思われたらあかんとか、間違ってるんじゃないだろうかと。 間違っても間違っても結局自分の言いたいことをまず言わないと始まんないから好きでやってるだけやからみたいなそうそうそう僕も好きでこうまっちゃんと話してだけだからって思い好きでやってるだけやから嫌になったらやめますみたいなでもでも逆にそれがいい言葉が出るじゃないですか気づきもあるじゃないですかそれが好き仕事にも行かされるんですよねなぜかね本当に まあだから今日のちょっと最後まとめとしてはまあちょっといろいろこう将来に向けていろんなことを考えてたりどうしようとかね自分の見行く道を考えてる人とか今それどころじゃないとこれ今目の前どうしたらいいか分からんみたいな人も含めてね含めてまあどうにかなるからって俺でもどうにかなんねんからと思っとったらどうにでもなるからそんなもんあのねあの持ってるものが多すぎるから悩むんですよ やっぱり捨てないとなその単純にものだけじゃないよ、うんうん、その頭の中にこびりついてる古いものが多すぎるんですよあまあ要は成功,成功法則とかも多いでしょうねみんなねまあ成功法則とかそん,そんなふんじゃふんじゃどうでもいいんですよ要はなんていうのかなもうそのななんかこうね <laughs> レールは一直線に続いてますと思い込んでる自分みたいな <laughs> そんなわけないんでね、右行ったら左行ったり、上行ったら下行ったりするんで、はい、その方が楽しいでしょっていうことなんですよ。<laughs> <laughs> ごもっともで、ね、何も言えません、それは。まっすぐ行ったら何の楽しもいもんね同じ道。<laughs> まあ、っすぐ行ったら <laughs> 多分まっすぐ行って終わるかいろんな道がありますけど、そこを大回りしてやってゴールに行くわけ、ねうん、そう、右行ったら鬼出てくるし、左行ったら神様出てくるしね。<laughs> <laughs> 上,上行って人魚さん出てきて思ったら、下行ったらちょうちんあんこバーン出てくるし、みたいな。<laughs> <laughs> 想像したら笑っちゃったじゃないですか <laughs> まあだから、はいはい、あそんな感じかなだからまあ、はい、あのなんちゅうんかな、はい、もう人のことを気にするのやめようよっていうことよ、うん、ね、うん、もう他人名はも,、うん、もうどうでもいいこれ,これでも一番大事ちゃうかなこれ新しい時代 <laughs> だから他人を気にするなっていうこれ大テーマやと思うわ迷惑かけとかけんじゃなくてもう気にすんなとそんなものはとうん、うん、何の意味もないことなんで <laughs>、うん、で自分がもうなんかこういう風な ダラーでもええし、ふにゃーでもええし、こういう感じだったら楽しく生きていけそうだな、毎日っていうカッコでふらふらーってしてただけの話なんで、ニコニコーって笑ってね。<laughs> はいはいはい。そんな感じかな、アイちゃん。はい、まとめようがないけど。ね、<は>まとめようはないですけど、まあまあまあ、結局、<laughs> 結局あのー、こ<や>は。根本,はね、根本的には変わんないってことですか 見てる人、ふざけんなと思ってそうかな、でも結構ね、話してるんだから、すごい重要なこと言ってますよ、本当に。お客のことを思うなとかね、本当にね。 ちょっと真面目なとき言うときは真面目なこと言うんで、<え>不動産のよなんで。まあ、こんな人おっちゃんでも生きていけるから大丈夫。ああ来週ぐらいは真面目なテーマにしますよ、もうちょっと。<laughs> いいよ、今後、今後で行こうか、じゃあ、金融とか <laughs> 金融的な真面目な硬い方。今日は、来週は真面目なちょっと、ねやっと海外でも動き出すじゃないですか。うん。なんで、その真面目っぽいことをちょっと、当たますかね。まあ、でも、あいちゃん、あれ。 本質はそっちも真面目な話も一緒ですよ。本質たどっていくと、うん、最後は。うん、一応、何ていうかな、ああだ、こうだって、こう、何、はい、て言うかな、こね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 途中はしてるけど、最後ただ引き継ぐところはめっちゃ単純なところになるんで。うん